また妹に手紙書いてるの？違うよ。返事を持ってきたんだ。珍しいよな。不吉なことが起こらなきゃいいけど。黙れ。よかったね、アイゼン。以前の手紙でお前たちのことを知らせた。会ってみたいと書いてある。物好きな妹ね。物好きさ。あいつを傷つけちまう死神と一緒に暮らしたいなんて言うほどな。僕も会ってみたいな。一つだけ言っておく。妹に手を出したら殺す。でしょう。副長、男には必ず言うんだから。バカ兄ね。兄バカと言え。それはいいのかよ。いつか一緒に会いに行こうね。いい度胸だ。うん、自分の舵は自分で取るんだ。そうだな。俺もお前たちもあいつも。